番先陣の椎間板ヘルニアですね。ヘルニアの手術を仕事とスポーツに復帰できるように低侵襲でやりました。切らなきゃいけないヘルニアがここにあって隣神経ですよ。でそれを間違えちゃうと大変なことになるんです。一番触っちゃいけないのが神経です。血管は縫っても大丈夫なんですけど、脊髄の神経っていうのは再生しないので絶対切っちゃいけないのと、その手前には硬い骨があるのと、その位置関係をはっきりと把握してやんないと大変なことになるし、立体的に頭の中でシミュレーションしとくっていうことが必要なんで、3次元に解釈しなきゃいけないし、見た画像でも解釈しなきゃいけないし、立体感覚がすごく大事なんですよ。やっぱり 4K の方は拍動がゆっくりしてるのがよく分かったけど、動きも捉えやすいんじゃないかと思うんですけどね。 4K の方こうゆっくりする動きっていうのが意外と大事なんですよ。あれで神経だどうかっていうのを鑑別する時あるんで、やっぱり 4K の方がやっぱり立体的に把握できやすいですね。そこのところの画像のクオリティってすごい大事な手術なんですよ。本当そうだと思いますよ。PELDっていうのはもうとにかく画像のクオリティで勝負してやる手術なんで、画質のクオリティの差が勝負になってくる。画質は本当命ですよ、僕らの場合。